はい、どうもこんにちは、栄作と申します。今日はですね、断る勇気を持てという話をさせていただきたいと思います。私はですね、新卒で4年勤めた会社を退職して現在フリーランスとして活動している27歳でございます。この YouTube チャンネルでは、会社員を辞めてフリーランスになった私が、会社に属さなくても生きていける知識や経験、あなたらしく生きる働き方について、たまにね、私の好きなファッションの紹介など、自分らしく生きるにはっていうのをテーマに情報発信をしております。あなたらしさをね、見つけるための知的教養チャンネルとして動画を毎日18時に更新しておりますので、動画を最後まで見ていただいて面白いと思ってくれた方はぜひね、チャンネル登録と、あとはね、家族や周りの友人にもね、動画ご紹介いただけると嬉しいです。今ですね、こう生き方、会社員からフリーランスになりたい、今の働き方を続けるべきか悩む、将来へ不安があるという方向けに、無料でね、相談できる個別相談会の受付も行っております。今の働き方に悩んでいる方は無料で申し込みができますので、ぜひ概要欄の公式 LINE の方に飛んでみてください。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、断る勇気を持てという話をさせていただきたいんですけども、皆さん仕事でこう嫌なことを頼まれた時って皆さんどうしてますかね。なんか多くの方がこう、仕事だから仕方がないよねとか、お給料をもらってる以上は、嫌なことでもやらなきゃいけないってこう我慢をしながら働いていたり、こう上司やね、取引先、こう人間関係をこう壊したくないっていう思いから、こう嫌な仕事、こう苦手なことでもこう受け入れるっていう方が多いんじゃないかなというふうに思います。確かにね、なかなかこう雇われて働いている以上、こう自分の好きなことだけやり続けますとか、嫌なことは断固拒否しますっていう働き方はちょっと難しいかなとは思うんですけども、私はですね、こう苦手なこととか、したくないこととか、自分がね、嫌なこと、こう自分自身の思いがね、こう価値観が拒絶するっていうことは、仕事としてね、しない方がいいんじゃないかなというふうに、思っています。なぜならね、こう気が向かない仕事っていうのは、自分自身をね、こうブロックしてしまう、こう嫌なことをしている間っていうのは、こう自分自身のパフォーマンスって絶対に上がんないんですよね。自分自身のパフォーマンスを上げない仕事、仕方なくいやいややっている仕事をやり続けるよりは、僕はこう自分の個性だったり強みっていうのを発揮できる環境に身を置く、やりたいこと、自分の思いが届くものっていうのに力を入れるべきかなというふうに思います。好きなこと、したいことを選んで、その代わり、自分の最大のエネルギーをそこに注ぐっていうことをしていくと、自己実現だったり、自分自身のなりたい姿っていうのをつかめるのかなというふうに思います。で、逆に僕はこの仕事においてこう断る勇気を持つことで、より相手から信頼を得れるんじゃないかなとも思っています。私フリーランスになってから、自分の抱えている仕事を2人の、人に振ったことがあるんですよ。同じ業務をお願いしたんですけど、 A さんにはじゃあこれやってくださいって言ったら、分かりましたと、淡々とね、こうやってくれて、どちらもね、すごくありがたかったんですけど、 A さんは分かりましたと、この仕事やってって言ったら淡々とこなす。で、 B さんは最初はね、分かりましたとやってくれて、続けてくれたんだけど、2ヶ月ぐらい経ってから2人とね、こう話した時に、A さんはね、こう淡々と続けますみたいな、特に可もなく不可もなくみたいなことだったんですよ。で、 B さんは自分はこれ実はやってみたけど苦手でしたってこう話してくれたんですよね。で、僕は A さんと B さん、どっちが信用できるかなって考えた時に、もちろんどっちもこう仕事してくれたので、ありがたかったんですけども、僕は B さんの方が信用できるなと思ったんですよ。なんでかっていうと、 A さんはしっかり仕事してくれたんですけど、お仕事のね、中身を見てた時に、比べるとね、別にやってくれたからすごいありがたかったんだけど、で、まだ始めたてだからね、一概にこう全て完璧にこなせるってことはないと思うんだけど、二人の仕事を見比べてみたときに、淡々とやる A さんは、なんかこう、創意工夫がなくて、言われたことを淡々とやるだけだったんですよ。で、B さんはどうかっていうと、B さんはこれ苦手だったと。多分 A さんより苦手だったと思うんですよ、これの作業自体がね。でも、B さんは、じゃあこの苦手をどう克服しようか考えて、それを2ヶ月後に相談してくれたんだよね。ちょっとやってみたんだけど、これが苦手で、こういう方向でやろうと思います、みたいな。で、あった時に、僕は B さんの方が、やっぱりこう、仕事に対して、こう、自分が楽しむっていうことを考えて作業してくれてたし、B さんの方が、最終的にいい結果を生み出したんですよ。これたまたまかもしれないけど、要は、こう、得意不得意は、自分がやっぱ一番わかるんだよね。こう、自分が得意なこと、苦手なことって、一番自分がわかるから、そこは B さんが、こう、ちゃんと、創意工夫をして、しかも今回は、その上である僕に伝えるっていう、断る勇気
まあこう苦手を隠さない勇気っていうのが、まあ評価できるんじゃないかなって僕は思いました。まあこれはねあくまでたまたまかもしれないけど、嫌だっていうこと、仮にじゃあ A さんが、まあ、淡々とやってくれてたけど、じゃあ A さんがもし嫌だなと思いながらこれ淡々とねこう仕事だから続けてましたってなってたら、やっぱりこう創意工夫とか改善をしようとか、もっと仕事を楽しもう、より良くしようって、思いつかないんですよね。とりあえず言われたことだからやります。お金のためだからやります。まあそれでいいんだけど、それだと、やっぱりこう、仕事に楽しみを埋めないし、やっぱり最終的にそういう人って辞めてっちゃうんだよね。で、こう嫌だと思うことを無理に続けると、まあ苦手だという自覚もなく、ただ、言われたことをね、こう、はいはい、こなす人、まあ、会社員でもいると思うんですよ。まあ自分なりの工夫や努力が見られずにやってしまうと、やっぱり良い結果が出ないし、受け身の姿勢で仕事をすることになっちゃうんでね、そういう人って。で、それは、やっぱりこう、仕事を振る側からしても、こう、評価、まあ、もちろん、やってくれてるっていう前提はあるんだけど、やっぱりこう、仕事を頼む以上、1お願いしたら、2、3返ってくる、5返ってくる人が初めて評価されるのかなというふうに思います。僕も、これは最初会社員やってた時は、こう、給料、もらった分のね、給料分しか働かなかったんだけど、これってやっぱ考え方間違ってて、新卒の時、要は22、3歳で、こう、入った時って、会社にこう、売り上げって1円も貢献できないけど、お給料もらってたんだよね。そうやってこう、会社からしたら、こう、自己投資。まあ、要はこいつにお金をかけて、最初は売り上げ持ってこれないかもしれないけど、だんだん成長して、売り上げを持ってこれる人になってねっていう思いで、こう、お金を使ってくれた、お給料を払ってくれたと思うので、今雇われている人たちは、絶対にこう、給料以上の価値提供を、こう、雇ってくれてる側にしなきゃダメなんだよね。じゃないとこう、全然ペイできないと。最初に教えた時間とか、まあ会社組織だったら、こう、先輩上司のね、時間を使ってるわけだから、そこの、分を還元するって意味で、やっぱりこう、苦手なことを振られた時に、まあその苦手を淡々とこなす力も確かに大事なんだけど、やっぱりこう、自分がこう、仕事を楽しむ、こう、創意工夫をする。で、もし苦手だったら断る勇気を持つ。で、これがやっぱりこう、仕事をする上で、相手に信用されるのかなと。なんかこう仕事を振る側の立場になったらね、皆さんわかると思うんだけど、この人は何が得意で、この人は何が苦手なのかっていうのを、把握するのってめちゃめちゃ大事なんですよ。ちゃんと人材をね、適正な場所に置くとか、適正な仕事を振るっていうことをしていかないと、パフォーマンスって上がっていかないので、だから、もし今後あなたがこう、例えばね、じゃあこう、個人で稼ぎます、副業しますってなった時も、稼げることをするっていうよりかは、自分が、こう、無意識でも、やれること、時間を投下しても、苦しくないことをやるべきかなというふうに思います。その中で僕は一つ YouTube だったんですよね。YouTube って、正直 YouTube の今広告収入だけで食べていくって僕はかなり厳しい世界になってきてると思うので、やっぱ YouTube 一本でやっていこうとはやっぱ思えないんだけど、でもやっぱりじゃあなんで YouTube をね、費用対効果正直かなり悪いです。集客とかいろいろ含めてもね。YouTube って悪いんだけど、じゃあなんで僕が YouTube を続けてるかって言ったら、やっぱ YouTube が好きなのかな？なんか好きというか、まあ無意識でも続けられる。息を吐くように毎日投稿ができるっていうところが、まあ自分がね、好きっていうだけなので、やっぱその好きを見つけられる作業っていうのもこれ大事なのかなというふうに思います。なんか稼げるから、じゃあコンテンツビジネスやろう、動画編集やろう、プログラミングやろうとかではやっぱないかな。やっぱ自分がなんでそれをやりたいのか、好きこそものの上手なれという言葉もありますけど、苦しんでね、自分の時間単価を落として、頑張り続けるっていうよりかは、やっぱ好きなことで、こう自分のパフォーマンスを最大限発揮して、やるっていうのが大事かなというふうに思います。これは個人でやる人でも、雇われで働く人でも、こう淡々とね、目の前の仕事をこなすだけじゃなくて、やっぱ自分なりに思考して、考えを巡らせて働くっていうのがすごく大事かなというふうに、僕は今回仕事を振ってみてね、思ったので、ちょっとこう断る勇気、こう自分の苦手を見つけて得意に力を振るっていうことも、まあ、すごく大事だなっていうのを感じました。やっぱりね、こう言われたこと淡々とやり続ける人にやっぱ価値ありませんから、正直。はい、言われたことだけをこなす人間にならないように、はい、前向きにね、こう、どんどんアクションしていって、行動していける人間になっていきましょう。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあ失礼いたします。